ニセリティ。ねこれ、エアリティではないから。あれ本当に160、いや、168切ってるな、これ。おはようございます。釣りコー TV です。怪しい中華の通販サイト、テムでね、えー、欲しかったリールを買ったんで、開封していきたいと思いまーす。これね、まずボディなんですけど。 L.A. って書いてあって、こんな感じのパッケージですね。で、まあ、こうやって見ていくと 2500S だよっていうことで、3つのサイズが展開されているんですけども、早速ね、開けていきますね。これ超楽しみ。あ、ちなみに、届いたらここ。 ぼっこしね。ね <laughs> まあ、ここら辺はね、あの、梱包材も何にもなしでね、あの、中華の怪しい灰色の袋に入って届くので、これの前に買ったね、軽くって壊れずはね、もう箱崩壊してましたけど、崩壊してなかっただけマシなのかなということで、じゃあ、早速開けていきたいと思いまーす。はい、うおー、来たーあ ちゃんと梱包材が入っていてあすごい説明書もついてるこれはありがたいですねあの前買ったベイトリールはこんな親切なものなかったんで説明書がついていてじゃあ出していきますようーあ、来たー <laughs> 来たこれえっとこれリールこうかなハンドルを回して はい、出てきました。これね、LA、まあ、2500S っていうね、スピニングリールなんですけど、あ、すごい。質感がいいなえー、これあのなんか、ダイワのエアリティにすごいそっくりなリールがあるなーってね、サイトで見ていて、 えー、モロパクリなんじゃないのって思ったんですけど、なんとね、価格はね、3000円ほどでね、買えましたよ。で、こう。 なんだろう、うその商品が動くごとに値段が変動するんで、えー、買った後に見てみたらね、もうこれ4000円いくらいになっていたんですけども、自分が買った時はね、3000円ぐらいだったのと、あとはね、初回で買うとなんか色々なキャンペーンがついてきて、商品を買うといろいろ無料で、あの、バッグがもらえたりとか、 ま、釣りのジャンルだとボックスがもらえたりとかね、え、タモがもらえたりとか、いろいろ無料でゲットできるようみたいなキャンペーンもありつつ、結構なんだかんだね、お得に手に入ったんですけど、これ、まず、ちょっと見ていきましょうかん。ん結構動作しっかりしてますよ。あの、3000円ぐらいなんで、 だいぶ安っちい感じかなと思ったら、すごいね、なんだろう、ガシッとした、しっかりとした。で、なんだろう、巻き心地も悪くない。うん、悪くないぞ、これ <laughs>。いやー、ま、実際ね、魚かけてみないとなんともですけど、今、初見で今出して触った感じはね、何にも嫌なところがなく、 で、なんでしょう。絶対入ってないとは思うんだけど、マグシールドが入ってるようなデザイン。っていうか、まあ、ここら辺のスプールのデザインが超もう台話のエアリティだよなと思って。あーこれね、そんで、この前ライブ配信してるときに、これ、もしね、どういう名前で呼びましょうかって言ってね、LA っていうのもなんだしなということで、そうですね、あの、えー、リスナーさんが言ってくれたね、ビシッと決まる名前。 決まりました。ニセリティ。ね、これ、エアリティではないから、まあ、ぽいけど、えー、ニセリティっていうね、えー、名前で呼んでいきたいと思います。ね、YouTube とかね、楽しくて色々こういうの買ってる動画とか見るんですけど、本当あの、軽くって壊れそうとか、 マールデシャウラとかね、すごいね、みんな、面白いネーミングをつけていじって遊んでるんですよね。で、これ買って、どんなニックネームがいいかなと思ったんですけど、どうですか、皆さん。ニセリティ、良くないですかうん。で、まあ、なんでこれね、安く買ってきたのかっていうと、まあ、最近あの、何するにもね、お金がかかっちゃって、あの、ガソリン代とかもめっちゃ高いじゃないですか。 だから正直ね、もう、バスに行くペースが、その、交通費とかもすごいかかるし、まあ、ルアーも高いし、タックルも高いしで、若干、うん、以前より落ちてきたかなーっていう、そんなさなかで友達が、手もね、結構面白いものいろいろ買えるようなんて教えてくれて、 で、それで軽くって壊れそうね、買ってみたんですけども、これがもうめちゃくちゃ優秀で、まあちょっと不具合もいくつかあるんですけども、バスで使ったらいきなり50アップが釣れて、あ、これ使いやすいねと思って、C バスで使ったら今度80アップが釣れて、両方ともランカー釣れちゃったよっていうことで、スピニングも何かテムので試してみたいなと思ってね、探していたら、この、ね、 ニセリティ、えー、ずっと実は気になっていたんですけど、なかなかポチッとなするの怖いよなぁと思っていて、で、コメント欄とかでも結構大丈夫なんですかあれみたいな感じでね、コメントいただくんで、あのー、例えば、テムだと買い物するときにコンビニ決済とかが選べるんですよ。だから、クレジットカードの情報とかを入れるのはなんだかなぁなんていう人は、まあ、例えば、そうですね、 ポチッとなして、支払いはコンビニでね、現金で支払ってみたいな。で、届くのはだいたい一週間かからないぐらいで、まあそのものの具合にもよると思うんですけど、結構ね、サクッと届きましたね。なんだかんだ半月ぐらいかかるのかなと思ったら一週間ぐらいでね、届いてくれて。で、これさっきからね、すごい、 なんか質感がいいんですよ、これね。で、改めてね、スペックのところをね、あの、ホームページで見てきたら、まずこれ、自分は2500番っていうね、番手を、えー、ポチッとなしてみたんですけども、 この他にも1500番っていうもうちょっと小型のやつと、あとね、自分が買おうとしたタイミングで売り切れてたんですけども、3000番ねっていう番手もあって、ーバスなんかで使うと3000番なんかがいいんじゃないかなと思いますうん。ちょっとブラックバスでもね、このぐらいのサイズだったら使いやすいかなと思って、結構ね、カチッとしてるんだけど、持ち重りはなくてすごいね、軽快に使えそうなんで、 2500番とか、これは、うんブラックバスにいいんじゃないかな。その他に、まあ、3000番シーバスに良さそうなやつと、まあ、トラウトとかだと1500番ってサイズも、ね、選択肢に入ってくるのかなと思いますけども、本名が、プロベロスアンビデクストラススピニングリール LA シリーズっていうね、名前なんですよね。で、ボディ材としては、 カーボンファイバーボディが採用されていて、アルミニウム合金のスピニングリールだよっていうことで、まあ場所場所によってカーボンとアルミが混在したような作りになっているっていうね、こういうリールみたいで、ホームページ上ではですね、サーフオフシュアで使って大丈夫だよっていうふうに書いてあるのと、あとね、えー、6プラス1のステンレスベアリングが入っているよっていうね、ところですね。 それと、5.2対1の高速ギア比ね。結構やっぱ、ワームの釣りとかやるとサササササーってね、巻き取りたいなっていう場面とか、あとはシーバスとかでも流れーっとね、こう、なんだろ、糸のたるみとかサーって取るときに、こう、ハイギアなリールの方が使いやすいのかなっていうところで、まぁ5.2対1の高速ギア比のリールだよっていうことですね。でね、 セムのね、今ホームページで見てきたら、4202円で今はね、3000番とかは売ってますね。うん、結構ね、全世界的にはね、84.6万台販売済みっていうことだからあー、世界的にはめっちゃ大ヒットしてるスピニングリールなんじゃないかな。まぁ、あ、ちょっと、某ね、D 社の、うん、エアレティとすごいね <laughs>、似てるけども、まあ。 世界の人あんまりそういうの気にしないで、あ、なんか良さそうなリールだなって言って、まあなんだかんだの84.6万台販売済みっていうことで、そういった意味ではある意味信頼感のあるリールじゃないかな。これテムが作ってるわけじゃなくて、その、どっかの海外のメーカーが作ったのを通販サイトのテムで販売しているよっていう、こういうことだと思うので、ただまあテムで買い物して、本当ね、一回買うとね、まあ初回のあたり この先も続くのかななんかね、すごい割引がつくんで、まあちょっと後で説明しますけども、そんな感じなんで、まああの、説明欄になんだろう、リンク先とかも載っけとくんで、気になる人は覗いてみてくださいっていうところで、はい。でね、ちょっと気になっていたのが、これを選んだ決め手の理由っていうのが、重さがこの2500番だと、 168g だよっていうね、風に書いてあったんですよね。すげえ軽いなと思って。俺そういう軽いリールって持ってなくて、あと海外のそういうサイトで、ステラもどきみたいなのとか、バンキッシュもどきみたいな、ツインパワーもどきみたいなのとかいろいろあるんですけど、全部ね、重さが自分の欲しい番って 270g とか 250g を超えるような重さのね、リールが多いんですけども、この、 L.A. スピニングは、あアンダー 200g で、で、2500番手だと、168g だよっていうことだったんで、これはね、ただーはいえー、あ、これもテムで買ったんですけど、ちょっとルアーの重さ測るのとかにいいなと思って、<laughs> えーっとですね、重さ測っちゃおうと思って、えー、早速今、グラムで0表示なんで、早速、このね、置いてみますね。どうかな。 糸も何にも入ってない状態。あれ本当に160、いや、168切ってるな、これ。いや、これね、ずーっと手でクリクリ持ってて、いや、なんだかんだこれ180とか200あるんじゃないかなと思ったら、これ <laughs>、ちゃんと映ってるかな。驚きの、 167.3とか表示してますよ。嘘だろ、これ。えぇ、ー、あ、ほんとだ。え、168g アンダーですね。で、まぁ、あ、これにね、フロロカーボンとか任意の P ラインとか入れて、話は変わってくると思うんですけど、これはちょっとびっくり。 びっくりだな。え、マジで、マジで。なに、いや、あ、そう。驚きの167.6を表示しちゃいました <laughs>。いやー、びっくりしたな、これ。そっか、そっか、え、じゃあ3000番も買っちゃおうかな。あ ちなみに、これね、リールね、最大ドラッグ力、マックスドラッグ表示されてました。えー、6キロまで耐えられちゃうよって、まあ6キロぐらいのマックスドラッグ力があるよっていうリールみたいなんですけど、いやー、ちょっとビビるな、これな。とんでもないリールを手に入れてしまったかもしれない。これ3000円ぐらいで買えるんだったら、マジありだな。ーで、まあこれとは全然別なんだけど、 とフィネスのリールとかその海外の通販サイトで見ていくともうね 118g みたいな売りのねベイトリールとかも売っていたりしてえアンダー120のベイトリールベイトフィネスキーあんのと思ってそれはねさすがに 海外のサイトでもね、1万円とか超える値段だったんで、でもね、気になるやつはね、うーん、ちょいちょい買ってこうかなと思って、まああの、金色の軽くってがすごい良かったから、これね、ニセリティ買って、で、このドラグの音がすげえいいなと思って、 なんですかね、ベイトと違ってやっぱここが楽器みたいな役割を果たすから、金属のね、ボディでうまいことドラッグ作ってくれてると、俺結構これうるさい方が好きなんですよね。魚がうわ引いてるーってね、盛り上がる要素の一つだと思うんで、美しいドラッグ本大好きなんですが、これ結構、どうですか 音良くないですかこれすげえ魚かけるの楽しみだなぁと思って。まあ、あとはじゃあ、こことか外してみますかね。なんかね、すごい、ほんと作りはカチッとしっかりした感じで、すごいね、気分が上がる感じなんですが、ここを取っていくと、あちゃんとね、これウォータープルーフの、なんかこうシリコンの水簡単に入りませんよみたいな、 パッキンみたいな部品がちゃんとついてる。で、えー、こんな感じですね。そして、スプールを取ってみるとこんな感じ。まあ、俺はあんまりこういう機械的なところってそんなに詳しくなかったりするんで、ああ、まあ、これがこの当たってでもすごい綺麗な音出してくれるなと思って。 気、うん、密性とかね、水密性ってどうなんですかね。あの、軽くって壊れそうは、シーバスで使った後にすごいね、水洗い、まあ、塩流していたら、水が中に入り込んじゃって、最近ね、逆回転するようになってきちゃったんですよ。まあ、うん、それも2300円ぐらいで買ったから、いっかとか思って使ってるんですけど、 ねえ、だからあんまり必要に水で洗ったりすると大丈夫なのかなと思うんですけど、こういうちょっと水入りづらくしてくれるパッキンもついているので、いいんではないかなと。まあ、あとね、でも、このドラグのピッチはなんか大雑把だなーっていうね、ここら辺はやっぱ日本製のリールの方が絶対ね、細かいピッチでしっかりと調整が効くんで、うん。 なんか、大雑把 <laughs> うーん。だから、えっ、ー、と、細い、なんだろう、2.5ポンドとか3ポンドのフロロカーボンラインで極限の釣りをするようなんていうのには、もしかしたら向かないんじゃないかなっていうね。そういうのはね、あの、日本製のしっかりと任意のタイミングで、 糸が出てくれる従来のシマノのね、リールとか使いたいなぁなんて思いますけど、まあ、これにはね、俺 PE ラインを入れて、そんで、あの、シーバスとか、うなぎ釣りで使いたいなぁと思って買ったんで、海水域のね。で、まあ、塩噛みして、ちょっと、ボロっちくなっても、まあ、3000円ぐらいで買ったリールだから、そんなに心が痛まないなぁなんていう要素もあって買ってみたんで、まあまあまあ、PE ラインね、ハードブルとか入れて、 それで気持ちよく動いてくれれば全然 OK かななんていうふうに考えております。今回はね、これまだ釣りでは使ってないですけど、これ俺、大当たりの道具変えたんじゃないかな、安くっていう今なんか。 直感なんですけど、感じておりまして。まあ、そんな感じでちょっと怪しいから、自分では買いたくないけども、みたいな、なんか気になる釣り道具とかね、ありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。あの、名前をばーって。 書いてくれれば、もしくはリンク先とか貼り付けといてくれれば、俺見に行って、えー、気になる釣り道具はちょっとね、買っていこうと思いますので、まあ、ただあの、まんまパクリだよ、みたいなルアーとか、あの、チャイニークラッシュとか、ああいうのは、ダヴィンチのパクリみたいなやつとか、えー、買わない予定なんで、な、まあ、これももろに買ってみたら、見た目まんま、 エアリティだなって、これ、これ案外まんまだなぁなんていう風に思うんですけど、まぁちょっとその中で、自分でこれは必要だななんていうものは、ポチッとなしてお金かけて買っていこうと思いますので、ぜひですね、次に買ってほしいテム製品がありましたら、コメント欄に教えてください。あとは、勇気を持ってよくポチッとした よくその気になってたりいる、買ってくれたっていう人はぜひグッドボタンもお願いいたします。はい。えー、今後ね、ちょっと今最近ライブ配信の釣りに力を入れてまして、これを実際に使っていろんなね、釣りとかライブ配信とか、まあ、あの電波がないところとかはいつも通りね、あの通常の釣り動画とかこういう 怪しい道具使って作っていこうと思いますんで、えー、チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。まあね、テムのそうですね、アプリはどうかわかんないけど、ホームページでサイト見る分には全然、あの、安全なんで、あの、見てるだけでね、面白いんで、 まあ自分はテムはもう全世界的にものすごいね人気が出ているサイトなんでそんな悪いことできないんじゃないかなって悪いことなんかしたら一んにね噂広まってお客さん離れていくと思うんで基本的にはうーんまあ見る分には絶対安全だと思うんでえサイトなんか覗いてみて で、見てるとね、買いたくなっちゃうんですよ。あの、釣り具屋さんにふらーっと行くのと同じ感覚。なんかお目当てのその、買いたかったルアーは売っていないんだけど、気がついたら買い物かごにいくらか物が入っていて、お店出るときに、あれ俺なんで買いたいものを買えなかったのに5000円も使っちゃってんだろうって。まあ、あれのウェブサイト版だなってすごい感じました。これ買うにあたって、 これ買えばいいだけなのに、こんなおまけもこんなお得にゲットできますよっていうことで気がついたらなんか数百円でさっきの、あこれね。あ、0. 何グラムまで測れるんだいいじゃんと思ってね。この、なんか、こういうの買ってみちゃったり、あとはね、そうね、あ、そう、これ一個買ったら、一個買ったら、 あの、無料でさらに何かゲットできますみたいな、キャンペーンがおっぱじまって、なんかあの、ぐるぐるぐるってね、クーポン出ますみたいな。で、あのー、すいません。行っちゃっとくと、気づいたら、えー、2台買っちゃってました。あの、そう、忘れてた。<laughs> あのね、これびっくりして、気がついたら、ニセリティ2台持ちになってるんですよね、俺。 これ、全く同じの。今思えば1500番とか買っとけばよかったな、なんていうふうに思うんですけど。ほら。なんか。いや、でもでもちょっと重さね、測ってなかったんで、なんだろう。168g を達成している、とても質感の高いリールなんで、まあ2個あってもいいか。これどうですかね あの、釣りのトーナメントの時に、スピニングね、ロッドにこれ並んでついていたら、やべえ、あいつ、あの高級なエアリティかなり揃えてきてんなって見えませんいや、本物のエアリティ買うのはちょっと今俺、ね、あの、いろいろ、きついんで <laughs>、この3000、まあだから、結局これ1個買って、そのなんか初回の特別オファーですみたいなので、もう1個買えたから、 まあ、体感的には、だから、1個1500円ぐらいでこれ買えたって感じなんですよね。うーん、なんというか、そう、すいません、2台手元にもあるんですけど、あの、偽りなく、すごい軽くて質感の高いリールなので、まあまあ、2台買っといてよかったなーって、まあ、 あえて言うなら1500番気になるなっていうのと、今ねホームページ見たらなんか欠品していたシーバスとかですごい使いやすそうな3000番がまた入荷してるんですよね。うーん。まあせっかくしばらくねこれ2500番買ったんでこれで釣り込んでみて、 まあ、それで、またね、余裕ができたら、3000番そのタイミングで在庫していたら、ね、ちょっとポチッとなしようかな。これ、ニセリティ、俺、すごい気に入った。うーん。まあ、あとはね、魚、釣って、実際の不具合ないかとか、いきなり逆回転し始めないかとかね、そこら辺を見ていければな、と思います。はい。というわけで、本日の釣りこー TV は、こちらね。 海外の怪しい通販サイト、テムでずっと気になっていたですね。台場のエアリティに告示している LA っていうね、リールを買ったら結構ニセリティだったよって。こういった動画でした。はい。また会おうぜ。